こんにちは、Gです。今回はデスクトップを楽しくするお話。ラズパイで利用できる Linux ディストロは数多くあるんですが、できれば楽しい環境で使いたいですよね。そこでデスクトップを楽しくするエフェクトをご紹介します。複数のディストロ環境で複数の手法をご紹介しますので、他のディストロにも応用できると思います。最初はマンジャロです。理由はエフェクトが標準実装されているからです。デスクトップは KDE Plasma 23.02 です。 KDE Plasma バージョンは 5.27.2、 カーネルバージョンは 6.1X です。 KDE システム設定のワークスペースの挙動を選択、さらにデスクトップエフェクトを選択します。ご覧のように多くのエフェクトが標準搭載されています。いくつか試してみましょう。デモの準備でウィンドウをいくつか開きますね。最初はスナップヘルパーをオンにして適用してみます。これはウィンドウを動かした時、ガイドラインが表示されセンタリングを補助する機能です。次はマウスを追跡。やってみるとこんな感じにカーソルの位置を分かりやすく表示。プレゼンやキャプチャー向けの機能ですね。ずーっと飛ばしてフォーカスのところまでスクロールします。後ろにスライドはウィンドウを選んだ時、他のウィンドウが背面になる際のアニメーションです。これかっこいいですね。他の OS 環境でも見かけない機能ですね。今度は非アクティブなウィンドウを暗くするなんですが、要は全面ウィンドウ以外は暗く表示されるということです。このデモではちょっと分かりにくいですかね。次はトランスルーセンシーをチェックして適用します。このエフェクトではウィンドウの移動の際背景が透けて見えます。グラグラウィンドウを適用してみます。ウィンドウ移動時にゆらゆら揺れるエフェクトです。グラグラ具合は設定で変更できます。こんな具合です。元の単語がワブリーなのでグラグラなんだろうけど、ゆらゆらの方がいいと思う。次はバラバラにするをやってみます。これはウィンドウを閉じる時のエフェクトです。やってみた方が分かりやすい。今度はマウスマーク。プレゼン用途と思いますが、どこで使うんだろうというエフェクト。シフトメタキーでマウスで描画できます。操作のショートカットキーは設定で変更できます。最後は魔法のランプ。これはウィンドウを最小化する時のエフェクトです。設定で速度を変更できます。テレビドラマの可愛い魔女ジニーから引用でジニーエフェクトと呼ばれています。こんな感じ。 Mac では20年以上前から標準装備されているエフェクトですね。
エンデバーのシステム情報です。KDE プラズマバージョンは 5.27.3。 カーネルバージョンは 6.1X です。マンジャロよりプラズマバージョンが新しいです。デスクトップエフェクトについてはマンジャロと 100% 同じです。ですからエンデバーのデモはありません。Ubuntu のシステム情報です。Ubuntu22.10 で標準のままの GNOME デスクトップです。Ubuntu のデスクトップエフェクトには GNOME エクステンションを使います。標準ブラウザーの Firefox 環境で実装していきます。ブラウザーを起動してハンバーガーアイコンからアドオンとテーマを選択。検索フィールドに GNOME Shell とタイプして検索。GNOME Shell Integration を追加します。すごく見づらいんですが、機能拡張アイコンが追加されています。アイコンをクリックすると、GNOME エクステンションの画面が表示されます。デスクトップエフェクトとタイプして検索。2行目のコンピズ Windows エフェクトをクリックします。画面右上のスイッチをオンにしてインストールボタンをクリック。ウィンドウを動かしてみると、ほら、グラグラというか、ゆらゆらになります。アプリを変えても同じ動きです。ブラウザーを再読み込みすると、オンオフスイッチの横に設定と削除アイコンが追加されます。設定アイコンで揺れ具合を調整できます。削除ボタンでコンピズ Windows エフェクトを削除できます。GNOME Extensions の画面に戻って別のエフェクトを試しましょう。3行目のコンピズアライクマジックランプエフェクトを選択してインストール。名前の通り最小化するときのジニーエフェクトですね。このエフェクトも再読み込みで設定と削除アイコンが表示されます。持続時間を変更するとこんな感じにゆっくりした効果になります。他にもデスクトップキューブも試したんですが動作できませんでした。やり方に問題があったんでしょうね。使用しているマテのシステム情報です。Ubuntu Mate 22.10。カーネルバージョンは 5.19。ちょっと古いかな。Mate では Compiz というウィンドウマネージャーを追加してエフェクトを導入します。Compiz は古くからある有名なウィンドウマネージャーなんですが、コンピズが利用できるディストロが少なくなってきてるようです。今現在、どのディストロで動くのかは未検証です。では、インストールしていきましょう。ターミナルでちょっと長いですが、画面のコマンドをタイプ。終わったら、コントロールセンターでマテトゥイークを開きます。ウィンドウアイコンをクリックして、ウィンドウマネージャーポップアップメニューでコンピズを選択します。コンピズが初期化されるので、画面が一瞬ちらつきます。経験上、一旦リスタートした方がいいです。コントロールセンターでコンピズコンフィグセッティングマネージャーを開きます。このアプリで様々なエフェクトの指定や
設定が行えるんですが、ここでは一部の機能のみご紹介します。まずは揺れるウィンドウをチェック。ほら、ゆらゆらです。3D Windows をチェックしてみたんですが、どうすればいいかわからず、いろんなショートカットを試したんですが、よくわかりませんでした。アニメーションズを選んで、エフェクトでマジックランプにチェック。名前からジニーエフェクトと思ったんですが、うまくいきません。これもきっとやり方が悪いんだろうな。まあ、ゆらゆらが動いたんで、よしとします。まとめです。KDE プラズマでは、標準で多くのエフェクトが用意されています。GNOME Shell エクステンションによるエフェクトは、他の多くのディストロでも有効です。コンピズは多くのディストロで長くサポートされていたので、私が知らないだけでまだいろんなディストロで利用できるのかもです。なお少し早いんですが、ゴールデンウィークのお休みをいただきます。休み明けまでしばらく動画はお休みです。ご覧いただきありがとうございました。デスクトップでもノートでも PC の数え方は台ですよね。1台、2台。でも富岳とか軽、それから国産量子コンピューターのように大型の場合、数え方は1機、2機ですよね。じゃあラズパイの場合はどうなんでしょうか。1個、2個でもいいように思いますが、1枚、2枚でも違和感はありません。しかし、ケースに入れたら、やっぱり1台、2台なのかな？数え方単位辞典というサイトがあって、あらゆる数え方が検索できるんですが、シングルボードコンピューターで検索しても答えがない。数え方が特定できないのは問題ですが、打ってないからいいか。ではまた次回。